フィンバ交流戦、あ、大陸の団体だから、ほんとなんかモッチーとかスエゾーとかそういう系のなんかキモカワスエゾー来たー。合計 41,965 だって。賢さめっちゃ賢い。でガッツややはや、相手を吹き飛ばした時ガッツをダウンで自己修復入って、吹き飛ばした時たまに毒です。吹き飛ばすめっちゃしてくるな。いやこれは速攻攻撃当てないとやばいね。先手必勝。ガッツ減らされまくって何もさせてもらえないで終わるかも。待って、製造ってこんな顔怖かったっけ。睨んだ顔がめっちゃ怖いんだけど。いやめちゃめちゃ気合入ってんじゃん。入れ込みまくってるよ。よし入れた。マジ早く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 、急いで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 、早く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 、怖い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 。待って、私の距離に行かせて。自己修復。うわ自己修復。よっしゃー、よし、イエス。マジクッキー大事だわ。お互い自己修復で手に汗握る戦いだったね。いや強い自己修復。うわーやばー、回避も高かったし、ガッツダウン技とかも結構あったから、吹き飛ばされただけでねガッツダウンするからね。このスエゾーの育成技術が授与されます。よく頑張ったよ千鳥。ねえ、いや本当に難しい子だからさ、育成が難しい子だからマジで喜びもひとしおうよ。で次がすぐ、すぐウルトラマンなの。よし、じゃあウルトラマンゼロに挑戦。持てる力のすべてを発揮しろ。一人だけってこと。激闘ウルトラマンゼロ、ちょっと見せて。え、年齢とかは見えないんだ。賢さ8500、力8500。このウルトラマンゼロ相当生きてんだろうな。年齢不詳ってことでしょ。ガッツ回復早い、全部 AAA なのやばくない。ライフが 30% 以下になると力の消費ガッツが軽減される。これ強いね。いやてかクッキーナメプしてる。他もクッキー食べてないんだから。で CAA でさ、消費ガッツが13なんだけど、で命中 A でダメージ C、 強すぎないこの距離、やばくないパンチ。ゼロナックル、無理無理無理。命中 S ダメージ B、クリティカル S、 相手に一気に近づいて思いっきり殴り飛ばすぞ。何この殺す気、両手にゼロスラッガーを構えて突撃、すれ違いざまに相手を切り裂く。ひどいひどい技構成してる。消費ガッツ15で BB、 クリティカル A、 右足にエネルギーを集め、燃え上がるキックを繰り出す。やばすぎ、全部強技なんだけど。はぁ、両手を L に組み、ありったけのエネルギーを光線として放つワイドゼロショット、シュワッチ的なやつでしょ。ビッグバンゼロ、燃え盛る手のひら、相手に人を叩き込むぞ。 CAS、 まあまあこの辺は、あこの辺はまだ CC で甘いと思っちゃうくらいだもん。でもダメージ S だね、これ命中 E だし、やばいな。が消費ガッツ44。こっちが先手必勝で決めないと負けるってことでしょ。何これ、何それ。今タスキあるけどね。でか、もうタスキと回復来たわ、もう入った。早く。しゃー、あれまだ3
グッドボタン押しといて。やばすぎた。すげえ。やばすぎ。あの技構成勝てると思わんかったんだ。